はいどうも、今日も元気にバトルやっていきましょう。チャンプルーです。さあ、甘い敵はどういう敵かっていう解説をやっていきたいと思います。第2章かな、チャルでいいや。あ、チャルチャルになっちゃった。チャルチームにしたかったのに。まあいいや。まあ例えばね、甘い敵って言われるのはまず動き的に弱そうなやつと単独行動してるやつ、あとはこっちに気づいていない敵かな。なんかそういう敵を見つけたら攻撃のチャンスです。まあ一番は単独行動してる敵をねやっつけていくっていうのが安全です。だってね、周りに敵がいるとその漁夫を食らう時もあるからさ。まあそれ食らうの嫌じゃん、漁夫を食らうの。漁夫られるの嫌じゃん。こんな感じで単独行動の敵をやっつけて、こういう風に甘い敵をやっつけていくと。おお、なんか言いますね。いや今の当たんなかったか、辛いねそれは。ピエン。さあ、これダブバレサルバズーカでいいでしょ。いやー当たんねえか。よっしゃ、決め打ち決まった。よっしゃ、いけ、ダブバレも当たれ。よっしゃ、強すぎサルバズーカ。ダブバレとサルバズーカって本当に強すぎるんだよね。強化弾2発の威力プラスサルバズーカの威力だから、命中するとね、結構ダメージ削れるよ。半分ぐらい削れるのかな？満タンから今の当てていったら。それぐらい強いんで、おすすめします。ダブバレは、本当に簡単です。簡単っていうか、狙い方自体は、シンプルです。その自分の、いる場所と、あ、自分のいる場所じゃねえや。敵のいる場所プラス真上に撃つだけなんで。まあ、こんな感じで。はい、これはスーパーノバでやっつけていきましょう。まあ、狙い方ね。例えば、こうあったら、こことここに打つみたいな感じ。強すぎ。いや、今の強化弾持ってなかったからガードできたんだけど、あいつ強化弾持ってる方のチャルだったら危なすぎたね。お、来るかな、来るかな。あ、そっから行く。車線切られたね。バイバイ。おいよ。いや、ちょっとむせて申し訳なかった。まあこんな感じですわ。なんかチャルが飛び降りしてったところを見たね。スピード飛びトンボってああいうのが弱いんだよね。ちょびトンボができないし、滞空時間が短いから。それが厄介なんだよね。でも、高台の敵を詰めるときは結構便利かもしれない。さあ、かけるくん危ないもの持ってますね。ダメですよ、三段メカ棒なんて持っちゃ。ね、危ないね、本当に。強化弾。どうしよっかな。よっしゃ、飛びパチ決まったぜ。よっしゃい。これマジで強いんだよね、モグラ打ち。みんなもおすすめするわ。あ、やっちゃったわ。
これはトップバスター来るんで、トップバスタームーンウォークして、これで詰めます。で、モグラ打ちして。マジか。こんな感じで、やっつけていくわけですよ。いや、なんか、今日はね、サルバトーレの調子悪いわ。ちょっとこれで終わりにしたいと思います。はい。また明日も撮影していこうかな。ちょっと今日は調子悪すぎました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。